スルテイ島はアイスランドの南にある無人島。1963年に海底火山の噴火により出現した。日本の西の島と並んで海底火山の噴火から新島を形成した典型例として有名である。なお、スルテイはアイスランド語でスルートの島を意味するため、正確にはスルテイ島は重複表現である。ユネスコの世界遺産に登録されている。 アイスランドは大西洋中央海嶺場にあり、火山活動が活発である。スルテイ島は誕生直後から波による侵食にさらされているが、火山活動による面積拡大が侵食を上回り、島の消失は避けられた。スルテイ式噴火の仕組み、一、水蒸気の雲、二、火山灰、三、火工、四、水、五、溶岩と火山灰の層、六、地層、七。 気道管。8、マグマたまり。9、岩脈従来、ウルトラブル化の式と呼ばれていた噴火形式でマグマたまりの中の水蒸気圧力が上昇することによって爆発するタイプであるが、高温のマグマが海水に触れることによって大量の水蒸気を発生させ大爆発を起こすところからマグマ水蒸気爆発と呼ばれる。さらに、スルツ噴火が典型例であったところから、 ウルトラブルカの四季噴火はスルツイ四季噴火と呼ばれるようになった。スルツイ島はベストマン諸島の南方 20km にある孤立した陸地で全くの荒れ地から始まった土地に植物や動物が繁殖していく順序やきっかけを調査する貴重な研究拠点となっている。植物はほとんどが海鳥が持ち込んだものである。噴火2年後の1965年に イカンタバ植物の生育が初めて観察され、干木が現れたのはようやく1998年になってからだった。海鳥が島に群れを作るようになったのは1970年頃からで、最初にフルマカモメとハじロウミバトが流潮として住み着いた。海鳥の大量の糞により、溶岩と火山灰からなる荒れた島の土壌は次第に 植物の生育に適したものに変えられていった。アザラシの繁殖が始まったのは1983年である。スルテイ島での活動は、アイスランド環境、食品庁に代わりスルテイ島研究学会が監督しており、学会から許可を得た科学者以外は、スルテイ島と周辺海域への立ち入りはできず、島への有機物や、鉱物や、土砂の持ち込みも、廃棄物投棄も、 島の自然を妨げる資料などの行為も厳重に禁止されている。島にある建物は研究者用の簡素なプレハブ小屋一棟のみである。スルトとは北欧神話に登場する炎の剣を振りかざして南から神々に襲い来る巨人の名である。島の名付け親となった地質学者シーグルズル・ソウラリンソンはまさにアイスランドの南の海上で炎を吹き上げる。 様子からこの名を提案したが、このことが神話を現在に伝える、死のエッタや三分のエッタがその内容に火山活動からの影響を受けていることを一般に知らしめた。1965年6月には、スルテイ島の浜辺に植物が生えているのが発見され、今日では緑に覆われて、アザラシや海鳥も集まる自然の楽園となっている。 スルツイ島出現以前にも新しく生まれた火山島で見られてきたこうした出来事がエッタで語られているスルトの火炎によって焼かれて海に沈んだ大地が再び浮かび上がりそこでは種をまかずとも穀物が実るという描写として記録されたと考えることもできるこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録されたありがとうございます